T-54 はソビート連邦で開発された中戦車である。1946年にソビート連邦軍に中戦車 T-54 という正式名称で採用され、1947年に量産型が完成した。時代の流れとともに主力戦車として運用されるようになった。東側諸国をはじめ世界各国で運用され、 数多くの実戦に投入された。T-54 は第二次世界大戦中に開発された T-44 の発展型として設計された。T-44 は先進的な車体設計を持つ一方、T-34 から85と同等の8 5ト、mm、ル砲し化装備できなかったため、その打撃力には不満があった。そこで次なる。 T-54 では T-44 をベースに時代にあった 100mm 砲を無理なく搭載できることが必要条件とされた。主要な仮想敵はナチスドイツのパンター中戦車であるとされた。1945年には戦時中ウラル地方に疎開していたハリコフ設計局がウクライナのハリコフに戻り、その地で最初の T-54 が製作された。 この車両は当初は T-44V と呼ばれたが、すぐに T-54 に解消された。T-54 から1砲塔の形状は歪んだ、ソロ版の玉のような上下にすぼまった形をしており、下方全体にショットトラップが存在する完成された T-54 は、それまでの D-5T に変えて砲塔に、D、D-1100mm 10ライフル砲を装備していた。 また、この他に副武装として、フェンダー状の装甲箱に、遠隔操作式の SGMT 7.62、mm、ミリメートル重機関12丁、主砲同軸の SGMT 7.62、mm、ミリメートル重機関11丁、砲塔上部に、DSHK3812.7、mm、ミリメートル重機関11丁を搭載、4倍望遠の TSH-20 小準機が装着されていた。 車体は前作 T-44 同様の車体上部とシャーシが一体の箱型車体を持つスタイルが踏襲された。車体全面上部装高圧は T-44 の 90mm より強化され 97mm となった。エンジンは2段階切り替え式の回転機能を持つ520馬力の V-54 が装備された。 ピッチ幅の小さい副体は横幅 500mm で90のトラックからなっており、シングルピンによって接続されていた。T-54 では、試作に終わった T-43 で試され、T-44 で実用化された大直径天輪とトーションバーサスペンションとを組み合わせる方式を受け継いでおり、この点でそれまでの主力であった、 t-34 とは大きく異なっていた。また、車体前後のサスペンションには、油気圧式ダンパーが付けられ、急発進、停止時の車体の動揺を抑制していた。他にも、炭酸ガス半自動消火装置も採用され、また、MDSH 円膜発生装置が、車体の後部区画外部に装備された。連絡手段として、 無線装置1 r t 二十六や、車両間通信装置 t p u 十七が搭載された。この t 五十四最初期型は、後に、以降の型と区別して t 五十四から一あるいは九百四十六年型と呼ばれるようになった。砲塔装甲は最厚部で二百ミリメートル。歪んだソロバンの玉のような上下に凄まった形状で、結果的に、 下方全体に命中弾が砲塔リングや車体上部に誘引されるショットトラップがあり、後のドーム型とは印象をことにするものであった。1948年に完成された最初の発展型における最大の変更点は砲塔形状であった。イズマイナス3の砲塔を参考に設計された新型砲塔は半円球から後部株が削り取られたような形状をしており、 後部のせり上がったショットトラップだけが原型を止めていた。左右フェンダー上の2丁の基銃は廃止され、T-44 同様に、車体前方に開けられた小穴から発射される固定基銃 s g m t 重機関銃1丁が装備され、副帯幅は 580mm に拡張された。重量軽減のため、車体全面走行は 120mm から100、 ミリメートルに減税られた。この派生型は T-54 から2もしくは1948年型と呼ばれ先行生産された。キエフの大祖国戦争歴史博物館で展示される T-54 から3砲塔はほぼ完全なおン型になった。この車体はプレス製天輪と方向カウンターウェイトを装備している。初期の T-54 の完成型が 1952年に生産開始されたこのタイプであった。T-54 から3とも呼ばれ、砲塔後部にショットトラップを残した1951年型と、それをなくして、後の標準的な形状が完成した1953年型がある。単に T-54 という場合は後者を指していることが多い。このタイプには、 新型の半円旧型砲筒が搭載され、以降のソ連戦車の基本型となった。その構造は、上面がない形で鋳造された砲筒に、左右に分割の天井板を溶接したものである。照準装置も、さらに新型の TSH2 から20に改められ、これにより3.5から7倍の拡大防炎が可能となった。また、円幕発生装置は、 BDSH-5 に変更された。中国の59式戦車は、このタイプのライセンス生産である。ソ連では特に区別されていなかったが、NATO による分類では T-54A と呼ばれる、派生型が1955年に製作された。最大の変更点となったのが、手法を D-10TG に換装したことである。これにより法安定装置が導入され、 方針先端にはカウンターウェイトが装備された。これは STP-1 ゴリゾートと呼ばれる、標準の縦軸を制御する装備であり、同時に手動であった不行隔の操作も電動、または油圧となった。なお、ゴリゾーントは、ロシア語で水平線の意味である。手法は改良型の D-10TG に変更された。 しかし走行中に方が動いて装填手を事故し、させるというトラブルも発生しており、完成度に問題があった。さらに熱感知式の自動消火装置と新型オイルフィルターが装備され、天輪は鋳造製だったものが、プレス製となった。走行は、砲塔で最大 210mm、車体全面で 100mm、車体側面で 80mm で、以前と同じである。 材質は当時主流であった金質鋼が用いられた。この他、射撃後の方針に溜まった火薬のガスを清掃するエジェクターも装備された。また、TVN-1 や干渉準装置が標準装備に加わった。水中航行能力を付与するため、アップベッドシュノーケルも装備された。同様に、ソ連では特に区別されていなかったが、西側諸国で、 T-54B と呼ばれる派生型が1957年に完成された。砲が D-10T2S に変更され、方向のカウンターウェイトに代わってエバキュエーターが取り付けられた。この砲には横軸の制御を加えた新しい方、安定装置 STP- 2ジクローンが装備された。なお、ジクローンはサイクロンのこと。しかしこの装置は、 近年の戦車のように高進艦射撃ができるほどの性能ではなく、目標に対し大雑把に施行したのを報酬が微調整して照準するというレベルだった。また、砲塔下部にターンテーブルが設置され、装填手が旋回に合わせて動かずに済むようになった。1959年からは暗視装置類が増備された。照準使用の赤外線夜間照準装置として L- に、 ルナープロジェクター付きの TPN-1 から22から11が装備された。これは、ーのマスクと指揮官用夜間装置、指揮官キューポラに装備された U-3 プロジェクターからなるシステムであった。このほか、水中航行能力を付与するための装備も増設された。燃料搭載量は1212リットルに増加され、走行距離は430キロメートルにまで向上された。 最後に陥落時、当時大統領府だった、統一街道への突入に使用された北ベトナム軍の T-54 戦車、車体前面の中央付近に固定機関銃の発射口である小穴が見える T-54 シリーズの生産は、ウクライナソビエト社会主義共和国のハリコフ機関車工場と、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のウラル車両工場で行われた。 T-54 はドイツのパンターを完全に凌駕し、また同世代のアメリカ合衆国のパットンシリーズやイギリスのセンチュリオンにとっても重大な脅威となる性能を持っていた。冷戦時代の情報の曖昧さもあり、1950年代を通じ T-54 は西側諸国にとって異常なほどの危険を感じさせることになり、 105mm 砲を装備した新型戦車の開発やアップグレードが急がれた。しかし後の調査では T-54、55の 100mm 砲は西側の 90mm 砲と同程度の威力に過ぎなかったと評価されている。最初の実戦参加となったのは1956年のハンガリードーランでこの時には ハンガリー軍の対戦車砲やモロトフカ演習流弾で若干数が撃破されている。ベトナム戦争においてもベトナム人民軍が使用しており、1975年のサイゴン陥落時にサイゴン市内を更新する写真や、当時ベトナム共和国大統領府として使用されていた統一街道にフェンスを破って突入した映像が有名である。その後も多数が、 実戦に投入されているが、後継の T-55 や T-62、特に T-55 としばしば混同されるため、また、そもそも意図的に共通性が高い設計となっており、舞台での混合運用が可能であったことから、T-54 シリーズのみの戦歴は明らかではない。現代でも、世界中で運用されている模様であるが、前述のような理由もあり、 その実態は明らかではない。近代化改修規格の開発も、冷戦時代より各国で行われてきたが、T-55 や T-62 の近代化改修規格が、多少の変更で流用できるという利点がある。戦車としての運用から退りいた車両の車体は、各種の派生型に転用されたほか、一部は民間に払い下げられて、 重量物牽引用のトラクターとして用いられており、また、砲塔のみが中祖国境や地島列島で、統治下として転用されている例がある。ポーランド軍の T-54 破壊された、イラクの69式戦車 T-55 と、誤って紹介される、イラクの T-54 アバイクと483、ATT スライルのチラン -4、ビビッドアーミーやリマカンジロー、 待望の自衛隊車両だ。ワット、日本戦車14両の基礎知識その2。a s c i i j p http コロン s ラッシュスラ a s c i i j p s l a s h elem s l a s h 000スラッシュ000スラッシュ869 s l a s h 869208 s l a s h 2014 20年3月1日閲覧。2020年9月6日、閲覧。ありがとうございます。